いや、めっちゃ睨んでる。ムカつくから。マジで睨んでる。こんばんは。お疲れ様です。まず大阪来たよ。みんな大阪来ました。で、今梅田にいます。意味深じゃなく本当なんですが、ダイナムにいますね。大道です。大道、大道のピエロの前にいます。俺ね、とりあえず新幹線代使って、とりあえず10万ちょっとあるのね、お金。10万ちょっとお金あったので、梅田に降りて、いつも昔行ってた音が聞こえたのね。放送しようと思ったんだけど、とりあえず中に入ってみたの。そしたらキキキュンってね、キュン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 って聞こえてきてね、財布に3万ぐらいあったのね。そういうことです。負けたのか勝ったのか言いたくないです。今財布に入ってる金額は8000円。1万下ろしたから。俺何しに大阪に来たの？聞きたいんだけど。変わってないじゃん。大阪来たのはいいけど、何してんの？いや、もう積むとかそんな話はどうでもいい。今はもうね、積んでるから、今積んでる状態で前に進もうとしてるから、
もう体がボロボロです。なあ、ピンサムスさん、ありがとうございます。何がピンチだ？まあ、その、ピンチの理由は、まあ言うとね、投げてもらえなくなっちゃうんですけど、大東、まあ今大阪に来ましてね、リスナーさんが歌舞伎町行っちゃダメだと、大阪に行きなさいと叱りをいただいたんですよね。わかりましたっつって、まあ素直には行けなかったけど、結局最後ねタクシーに誘われて行きました。で、梅田に着いたんですよ。着いたんですよ。そして梅田の梅田ら辺に降りたんですよね。大花火あります。で、財布に3万円入ってたんですよ。で、俺はアマデジで頑張ってたのね。アマデジで、で、そっから1000玉ぐらい出たの、アマデジでね。あの、そんな3番もやろうと思ってなかったのね。3000円ぐらいで1000玉出て、おーと思って、で、その1000玉握りしめて1000玉だけやろうと思ってね、319分の1に座ったの。で、入れたんだよ、お金を。センターもなくなって、気づいたら、あの、まず初め1000円ずつ、3000円使ってるから7000円1枚ずつ入れてった。これで終わろう終わろう、俺は自分に言い聞かせた。もうこれで絶対終わるんだと、ダメだと、絶対終わるんだと、やっちゃいけないと。そしたら、ムカつきすぎて、赤ホリを外したからね。おらっつって、1枚入れたんだよ。で、それでも、ハマってね。は？と思うわけじゃん。あ、リゼロね。で、また1枚入れたんだよ。なくなって。入れた。で、今1万下ろしてきて、じゃあなんで8000円なのって話なんだけど、ムカつくのはこっちだ。お前約束できないのかよ、伊沢さん、すいません。でね、正確には3万使って、で、1万下ろしたのね。わかる？下ろしたわけで、1万円下ろして気づいたらピエロに入ってたわけ。2000円入れたの、当たったの1回、で、全部飲み込まれて終わった。だから今財布の中に8000円あります。だからトータル的に言うと3万2000円負けたって話。いや、でも やりに行ったのはこれ言い訳じゃないけど、初めにパチンコ行ってこいやって、あの、花火くれた人がいたのよ。だ、本当は500円だけやるつもりだったんだよ。申し訳ないです、本当に。イサムシさん、あの、こんなこと言うのも本当に本当に失礼だと思うんですけど、ギャンブルをやってしまって本当に
できもしない約束をしてしまってごめんなさい。本当は泣いてリスナーさんに同情を誘ってもらおうかなっていう具合のことも考えてました。でも涙が出ません。ありがとう大花火。すいません、餌を与えないでください。餌ください。そんなこと言わないでください。もうで今からどうするかって話なんだけど、どうしよっか。あー、ジェリクマさんありがとう。あー、ありがとうございます母ちゃん。養分電話した見た。うわー来た。あー、やったー、人生勝ったー、人生勝ったー、俺の勝ちだー、人生勝ったー。ありがとうございます。俺らも応援できねえ、ごめんなさい。でも、 もう今更ね、ギャンブルやりますやりませんって話でね、俺約束しても裏切っちゃうんですよね。やっちゃうというか、ちょっと待って、誰が投げてくれたの、ファンタスティック。ああ、これもイニシャにも言わないわ、その人叩かれちゃうから、ごめんね、もう言わないね。だって配信もクソもないからリスナーも楽しくなくね。あ、大丈夫です、イサムシさん、配信は全力でやるつもりです。あの、こんな言い方すると言い訳になっちゃうんですけど、メタル社長も聞いててほしい。 TikTok で見てます。ありがとうございます、ブンブン。ハロー YouTube。 あのね、大阪来て配信をやるために気合い入れてきたわけですよ。ここは分かってほしい。なぜ大阪来たのか。歌舞伎町という世界ね、あるわけですよ。もう本当いろんなギャンブルが、それを断ち切るために来たわけです、大阪に。で、梅田の方に降りてパチンコに入りました。入りました。ですが息抜きです。もう今日から、いや今からギャンブルはやらないと言いませんが、そういう断言はできないんでね。ですがこれから配信の鬼となります。なのでギャンブルをやる暇がありません。これは実績があります。大阪来て俺配信休んだことあるか。五島列島行ったり長野県行ったり歌舞伎町行った時にポツリと連絡がなくなる、行方不明になる。だからギャンブルはやりませんとは言えないです。もうやっちゃうと思うんで。
今さら騙されない、お前クズ日本の代表じゃねえか、いいんですか代表入り入っちゃって。でも分かってほしいのが、俺はまだこうやって地べたにね立ってるだけなんですよ。分かります？今頭打ちつけて血が出てません。借金してないから。だからまだギリギリのラインにいるんですよ。本当の地獄っていうのは借金して血が出るまでなるってことです。だから今現在は寝転がってるだけです、地面に。こっからうわーっつって上がるだけです。うわタバコだ、誰だよタバコ置いたやつ。ゴミ置くなよ道路に。俺ねゴミ置くやつ嫌いなんだよ道路によ。ゴミ人間が、あ俺か。ツイキャス時代の原点思い出せ。君が今日のアラブ説教大発、今夜が君がトップワン、君がいないやっていけない。あ、さっきのガキたちか。いや戻らないよ、こっから配信やるよ。で俺どうしようかなと思ってるんで、選択肢がね、2つあるんです。これでまたパチンコしに行ったらブロックだわ。僕はパチンコはしないとは言い切れないです。もうこれでしないって言い切れればいいんですけど、パチンコをしに行っちゃう可能性があるんですよ。だからもう約束しないようにした。もうだから今から配信切ってよしっていうことじゃないです。パチンコで負けたらこじったら、あ、でも勇さん聞いてください。僕はあのね、聞いてほしいんですけど、これ自慢じゃないんですが、ギャンブルで負けてお金こじったことないです。お金がなくなったって放送やりました。終わりだ、406円だ。でも字幕でもタイトルでも金くださいとやったことないです。あ、やっ、でも今日のお昼の放送新幹線代くださいって言ったな。これはこじりになります。お前いつもやってるだろ、それほぼみんな分かってるよ。でもあの花火投げてもらってね、お叱りいただいてすいません。だから、いや、でも反省の意味としてイベント出てません。ええ、反省の意味としてね。もしお金が欲しかったら俺イベント出てるよ。もう言い訳だ、俺がもう言い訳するのやめます。そういうのは僕がもうゴミです。ナイスはしてる、ナイスはするよ、そのお前頑張ってんのね、前半は頑張って後半落ちただけだけど、今までやってきたことは無駄じゃないでしょう。ナイスはやめないでしょう。ナイスはやるよ、やらしてくださいよ。どうしました？え、いいの？本当ありがとうございます。ありがとう。本当困ってたから。
彼らいいですか。エリシアヘズもいるかなと思って。本当ですか、ありがとうございます。大事に飲みますよ、これ。え、ライブですか。これそうなんですよ。おー、ありがとうございます。え、ちょ、登録者何人くらいおったんですか。いや、あの、YouTube じゃないんで。何ですか、ね、これ、あの、ニコ、あ、ニコ生です。はい、ひろゆきのやつ、ね、そうです。あ、ありがとうございます。頑張ってください。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱヤクルトだね、うん、乳製品は体に良くなるからね、みんな美味しいね。で、ヤクルトって飲み方があってね、皆さん本当に金がないって時は口をここにしてください。するとヤクルトがちょっとずつ出るから味が、あの、長く、あの、味わえます。ガパッて開けて飲むとすぐなくなるから、ちょっとだけね。あ、これ普通なんかな。一応賞味期限が12月の5なんだよ。これギリセーフ。あ、ちなみにポケットが出てきた、このヤクルト。パチンコ前かわからんけど、あ、ヤクルトいりますって言われて、ポケットからポッと出てきた。ちょっと生温かいですね。嘘でしょ。いや、パチンコ前だからヤクルトもらえるんで。ありがとう、ちょうちょう。お前前転すらできてない豚。え、前転すら最近見ない。そんなになってしまったのか。あ、前転はイベント中なんですけど、確かにイベントを最近家ばっかやってて前転もしなくなりましたね。実はあの一回だけ前転をやろうとしたんです。できなくなってます、多分。でも次の前提は逆立ちなんだけどね、前提というより逆立ちなんですけど、逆立ちね、次はやります。はい、偉くなってない。じゃあもう移動するか、うん、ここにいると邪魔だと思うからね。ありがとうございます。イサムシさん、初心に戻ります。あれ、危ねえな。東京が出てきたんだね。あの、とりあえず移動します。これヤクルトはちょっとすいません、そういうことで。ヤクルトのゴミは申し訳ないですけど、ヤクルトの CM みたいだね、今ね。うん。
じゃあ移動します。どうしようか、とりあえず梅田来たんだよ。昔俺が通ってた大道、ここで北斗の拳で3万発出したんだよね。で昔あったあのスロット屋がカラオケビッグエコーに変わってます。でここにあのマルハンが地下にあるんだよ。このスロットであの5000枚出しました。秘宝伝が置かれてたんだけどね。あ、今あるか分からん。あるわ。これドンキーの下にマルハンがあるんですよ。で終わった後にあのとんかつ屋行ってました。松の屋っていうとこで。うどん好きじゃなかったんで松の屋でずっと食ってました。松屋か松の屋。でちょっとまっすぐ行くとホテルがあるんだよね。6000円ぐらいの汚い8割暗示なきゃないですよ。ファンですよ、ね。ゼベットじいさん上着を売ってこの本買ってくれたのに。とりあえずあのグリコンの前で、すいません。あ、そうですね、あの YouTube やってまして、すいません。大丈夫ですか？全然大丈夫。あ、ありがとうございます。パルパルチューブでやってるんでよろしくお願いします。はい、まだ、あ、ふわっちパルパルで、ふわっちパルパル、はい、ふわっちそうですね。今日大阪来たんですよ。あ、今日、ね、僕の、はい、あの動画はホームレスっていうカテゴリーでやらさせていただいて。ああ、ホームレスね。もう大阪もだいぶ少なくなりましたけどね。あ、じゃあ僕数少ないホームレスですね、じゃあ。あ、そうですか。あ、ホームレスを移してやるんじゃなくて、僕がホームレスです。ああ、ということで、あの、あれ？待ってください、ちょっと財布が。大丈夫ですか？あれ？あ、ありました、すいません。あ、ポケットにいつも入れてるもんで、さっきパチンコ屋でいて、カバンに入ってました。すみません。そうですね。いや、まあ主に歌舞伎町レポートっていうのをやってまして、歌舞伎町レポートをしてます。そうですね。ええ。まあ、面白いですよね。歌舞伎町はね。いろんな場所ある。養分に行っていいのかな。養分はなんて言ってんの。俺ねマジパチンコって配信全部見てないんで。養分は話題や、なんか枠やってるの？いいのかな言ってん。養分待ってるって言ってる？いやあのね、俺ねパチンコガチで、マジで本気だからさ、お休みモードにしてるんだよ。だからもう俺ね、なんかギャンブルやってる時は連絡マジ取れないんだよね。
もう機内モードオフ状態だから、状態というとだからもう連絡が繋がらないんだよ。で今出てきて配信やったんで、だから養分から連絡マジ分かんなくて、来てたんだごめんなさい気づかなくて。で今したいんだけど今放送中だから難しいんだよね。じゃあちょっと養分に行くか。俺養分住所忘れちゃったな。電気ついてますよ。あ、本当だ。すごいや。ね、ええー、あ、綺麗ですね。これ大阪ですね、皆さん。すごい綺麗です。これはイルミネーションですね。イルミネーション。はい。ここは役所ですけどね。はいはい。すごく綺麗。でもパチンコの方が綺麗なんですよ。パチンコね。ええー、すごく大阪のイルミネーション綺麗、大阪のパチンコも綺麗ですしね。大阪のパチンコはいいですよね。当たっても次の日に持ち越せるんで。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。確変状態でも次に持ち越して朝から打てるんですよ、朝の抽選からで。だからもうその席確保できちゃうっていうね、不思議なもうやつなんですよ。本当だ、綺麗ですねこれ。 あ、でも青保留だな。これ赤はないですね。赤青か青保留ね、はい、いいですね。綺麗ですね、めちゃくちゃ。あーいいですね。超圧のピンク色保留ですね。白と点滅保留ね。いやすごい綺麗だ。あのですね、はい、グリコの方を過ぎると、はい、西成の方に行くじゃないですか。ああそうですね。あのちょっとずれると寺がいっぱいあるとこ分かります。タクシーがめちゃくちゃ通るとこで、大通りがありまして、よくタクシーがガソリンスタンド使ってる場所なんですけど。ああ分かりますよ。あそこまで行ってほしくて、はいはいはい、すいません。分かります。学園坂。学園坂、ね、あ、はい、すいません。ギャンカスでアンチ増えていいんだが、パチンコは使いすぎな。すいません、もう本当に。ちょっと待って、ヤクルトのせいかわからんけど、すっげえ払いたくなってきた。冗談抜きでめっちゃ払いたいわ。なんやこれ、ごめんね、本当に冗談じゃないんだよこれ。お腹痛いな普通に。養分彼女だから、え、養分何、養分彼女できたの、できたじゃない、彼女いるから行けないって。本当にそれだったらちょっとマジで変えなきゃいけない、それは。あ、いないんだ。じゃあ養分値やめるか。そう、じゃあ、あ、グリコ前です、すみません、やっぱり、はい、はい、え、嘘なの。いや電話できないんだって放送中だから。
え、どっちだろう。あ、すいません、やっぱ学園坂の方で、ごめんなさい。そこからも決め打ちで、すいません、もうパッタリパッタリもう言わないです。じゃあ帰るよ。あ、嘘張ったの、ありがとう。ひーちゃん、ありがとうね。クズなお前がパルタが、パチンコなんてつまんねえ、損するな。ありがとう、水サムシさん。なんかね、DM 送ってきてくれたしているんだと思うんだけど、いっぱいね。ありがとうね。今アイテムくれた？嘘でしょ、ごめんなさい。今見ます。あー、ありがとう、さーちゃん。あー、ありがとう。え？あー、すごいわ。あー、すごいわ、これ。ありがとうございます。あ、ブロックのお前バイオメリー GG、はい、NG です。来なくていいよ、お前みたいなやつは。あ、これが有名なね。綺麗だな、グリコ。通天閣って通りましたっけ？通天閣は向こうです。あ、そうです、はい。あ、じゃあタワー自体は見れないですかね。そうですね。あ、そうですか。ガソリンスタンドのとこ行くまでではないですよ。まだもうちょっと向こうです、みんな通天閣はね、二代目だって知ってた。1代目はもうね、昔はテーマパークだったんですよね、通天閣確か。あ、そうですね。それが潰れちゃって今2代目の通天閣になったんですよ。だからあれ2代目通天閣なんで、1代目はもう消えてるの。だいぶ改装されてね、ジェットコースターとかなんかいろいろ。そうですね。火事で亡くなったの？通天閣って。あ、マジお腹痛いわ。俺養分地でうんこしなきゃいけないかもしんないわ。メタル社長もそうなんだけど、本当に今回の件で気持ちを踏みにじってリスナーさんがね、嫌いになった人いると思うんだよ。ツイッターでもちょっとがっかりしたってコメントがあったし、ツイートもあったから、もうそれはもう本当にね、噛みしめて本当すいませんでした。
本気で反省してます。ごめんなさい。あの配信をね、まあ今定住するとこがなくて今やってますけど、こんなね腐ってる俺ですが、それでも応援してくれる方いたらぜひとも応援よろしくお願いします。僕はお前いつからタクシー乗るようになったの、だいぶ稼いだな、原点好きだったリスナー裏切るなよ、本当原点だったその俺のことをね昔から見てたリスナーさんもすいません、これタクシー乗ってしまったのは甘えでした、本当に申し訳ない。もうじゃあもう分かりました、この甘え俺もう原点に戻ります、タクシー降ります、今から養分地行ってで歩いて向かうよ、俺はそういう男になる、歩いてこその俺だと思うからね。だからちょっとリスナーさん本当にごめんなさいね、本当にちょっと準備します。やっぱ努力しなきゃいけないと思うし、そこはちょっと待ってくださいね。あれすいません、イサムシさん、ちょっと待っててください。あれだから俺もちゃんとするわ、リサーさん。ここ危ないから道が、ここどう？あ、ここら辺で大丈夫です。はい、ありがとうございます。歩いていくわ。おいくら万円ですか？2200円。あの2300円出すんで、あ、2500円出します。お釣りいらないです。領収書だけください。はい、お願いします。あ、荷物。頑張ってください。あ、ありがとうございます。ブンブン。本当は甘えた人間でした。今から歩きます。ごめんなさい。おい、お釣りいらねえとか、ずいぶんでかくなったじゃねえか。あのやっぱ運転手さんにはね、いろいろ案内してもらったから、2280円ね。だから220円はちょっと500円があって200円なかったから、
受け取ってくださいってことで、だから迷惑料としてチップ280円あげました。で、両分リスナーさん、今日また養分さんの家にお世話になるんですけど、ずっと長居するつもりはありません。僕本当ウイルスみたいな人間なんで、僕のせいでコロナになったりとか、そういうので養分の奥さんに迷惑かけたくないんで、今日だけ甘えさせてもらいます。すいません、邪魔すると良くないんで。結構道あるんでね、こっから俺覚えてるんだけど、あとね20分ぐらい歩く、結構歩くよ。だいたい20分だね。青信号ですよ、ちなみに。違反してません。お前の良さ知ってるよ。ふわっちに来てから変わったよな。ごめんなさい、ふわっち来て俺変わっちまいました。ツイキャス配信者って誇り高きに叫んでたのに、今はもうこうやってふわっちでわーわー叫ぶだけの唐揚げ豚になりました。唐揚げと元なる豚です。100円1個あるわ。養分にメロンクリームソーダ買ってあげよう。お世話になるからね。ようちゃんにメロンクリームソーダ買いました。ゼロワンに行きたかったけど、ゼロワンが今日大阪行くっていうそのコメントがあったからさ、あ、だから大阪行くんだと思って。行くの結局。こっちでさらに大物になったんだが、もっとお前のクズさん炎上してきゃあります。すいません、本当に。気持ち入れ替えます。飛ぶぞ浮かぶぞ飛ぶぞ。すいません、荒くて。いや結構歩くな。ゼロンとキングさんが戦うらしいけど、これは別に、なんて言うんだろう、大阪寄るってコメントがあったからさ、寄るのかなと。神戸であるの？関西の人だよね、キングさん。関西で会うからさ。
わかんない。ありがとうございます。イサムシさん、すいません。あといつ、あとどれぐらい死ぬの、養分は、ね、死んだら教えてよ。今エペックス中は確かに出れないから、エペ中はね。死んだら教えて、タイミング見計らうから俺。うん、だから死んだら教えて、死んだら。俺の高速の人差し指で押すから。うん。待て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 。ふう。決めちまうからよ。あげらんかい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 。死んだ。よし。バン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 はね、下住んでないんだよ。こっからです。パンパンパーパン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 。ここはね、いつもピンポン押すと思うじゃん。違うんですよ。開いてるんです。春？春？あー！しゃ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 。
ハル、何やってんだよ。ただいま。ハル、お前まだ仙台さん吸ったのか。貯金余分にね。あ、余分、その前に東京のお土産、メロン贅沢したて。うん、いいの？いいよ、ハル。こんな飲んでほしい、たくさん。手洗いがいするね、まずね。甘いな、これ。マジかよ。余分が炭酸好きって聞いたから、ありがとう。買ってきた。はるちゃん、うん、また全部使ったの？貯金ね、してたの。ちゃんとこんなのポケットに入れて持ち歩いてるの、こんなも、うん、ごめんね。こんな飲みかけのヤクルト、うん、また全部使ったの？うん、0万から50万借りてたら、ちゃんとそれ返せたの？返した。知るかと思った？うん、危なかったよ。返した。だから言っただろ、パル。あかんねえ、もう。あの町には、近寄ったらダメだ。いや、本当にもう終わってるわ。俺はもう人生終わったと思った。で、余分にね、もう歌舞伎町が早く離れろって言った時は、貯金あったんだよ。まだ。まだあった？うん、あの、一番初めに、ね、歌舞伎町来た時に。100万くらいなくなったでしょ、パルちゃん。いや、67ぐらいの貯金があった。あのね、旅中結構使っちゃったから、でも70ぐらい、60ぐらいあって、60ぐらい。全部なくなったの？うん。残すところは？でも、さっき投げてもらったから。3万円ぐらいあるの？10万円ぐらい。10万円はあるの？うん。さっきパチンコ行ってきた。当たった。負けだ。何言ったの？リゼラ。リゼロ？スロット？アマデジでパチンコ、あの戦国コレクションがあってね、でリゼロだったの。財布に3万あったの、なくなった。アマデジで全部使ったの？うん、アマデジ出てリゼロに行ったので、ここに来たの。俺はもう養分に叱られに来たから。余分忙しいと思うんだよ。もう結婚もするし、ああ結婚もね、ほんと、あの子供も、ありがとう。すいません、なんかそんな忙しい中ね来ちゃって、今日一日だけ本当に泊めてほしくて。いいよ。何日も泊まりな。いや、それはできないよ、さすがにね。でもあと余分のお願いがあってね、うん、お金借りたい。え、いくら？100万円。いいよ。だけどパルちゃん、うん、俺、うん、ここだけの話ね、これオフレコにして。じゃあもうミュートにしません、ね、俺も70万円ぐらいしかない。そうでしょ。じゃあもう足りない、ごめんね。でもちゃんと返していってるんでしょ。いくらになったの？あと1,080万円。だいぶ減ってきてる。いや、じゃあもう大変だからね、3月頃に生まれるから、子供が。しかも俺パーカー作って50万円の支払い。パーカー作ったの？どういうタイミングで作ったの、それは？いや、その時はまだお金あったから。あ、自分の中で。で、先払いせずにちょっと置いてたんだ。で、うん、あのいろんな支払いが重なったら一気に減ったってこと？バカさんね。それ払ったら俺も30万円くらい。
頑張らないと。イベント中でしょ、やりな、俺もう手伝うから。エイピックスしてた。やってほしい。一緒エイピックスする、あの今ね所持金がねあるのね、6,000円、これで飲みに行こう。飲みに行く、うん、これで飲みに行こう。あんつぶ6,000円足りるでしょ。行くか。うん、あのあんつぶね6,000円で1日飲めるから。飲むぞ。飲むか今日も。で余分な枠でやるから。今日も飲むか。うん、あれ行くぞ。おれ高まね、叩かれる放送しちゃってね、ごめんね。いいんだよ、すごい叩く。高志は今何してるんだ。高志今イベント頑張ってる。高志の、逆に高志の家に行く。遠いでしょ高志に。4,000円ぐらい、3,000円ぐらい出す。それ行くなら出すよ。あ、ありがとう。高志の家に行く。高志で今外にいたよ。俺が着いた時には高志何してんだ。誰かいるのかな、たかしは。しかもね、イベント中はせわしないからね、結構イベントをやりたい人だから。たかしリスワン取られちゃう。誰がリスワン取るの。ヨウブン。いや俺も取ってると思う。そイベント中はあんまコラボしないからね、たかしは。だけどたかし今日 SCB 釣ってたんだけどね。おそう、行かなかったの。いやたかし来なかったな。ああ寝てたんじゃない。じゃあパルちゃんもエステブ行こう。エステブ、うん、エステブ、ふわっちエステブ、エステブ、うん、これエッセの力でいい、ね、100キロ以下にする、うん、ふわっちエステブ。美の追求は中身から。パルちゃん落ち着いて。パルちゃんパルちゃん今日リスさん取れるの。リスさん取っときな。いや俺リスさん取ってるよ。取ってなかったっけパルちゃん。そんな幸運なことある。取ってないのまだ。わかんない、取ってるはずだけどね。結構やってるよ俺だって配信。なんで取れてないの。あ本当だ、いるわ。右に左折。誰。俺取れるじゃん、うん、てか切っても取れるねこれ放置してても。1万円でかいわ。先月も取ってねえよ。嘘。あ、先月はねやらなかったけど。あ、天然さんやってないよ枠。やってないんだよ、ずっとやってないんだよ。え、落ち着いた時やってたよ。ちょっとだけ、ね、やってただけじゃない。うん。え、ヨウンチ来てリスナーもいただいていいんですか。俺全部取っときな。ごめんね、なんかバレちゃん取りな。もうしばらく大阪いるの。いやもういるよ。もうあんな町行ったらダメだよ、うんうん、怖い町やで。本当ね、一夜で全てを失う恐ろしい町やで、うん、やけすぎる。怖い町やで。気をつける。怖い町やで。エペックするかな。エペックするか。びっくりする。俺も新幹線でね、あの疲れたって言い方よくないけど、新幹線とパチンコ疲れちゃった。エーペックスするか。エーペックスやろうよ。あでも俺ダウンロードできてるから一応エーペックスは持ってきたのよ。ただダウンロードできてないと思う俺は。エーペックスの7万の話は。何7万円。7万円って何。俺もこんな初めて聞いた。お前ちょっとお金の不祥事ありすぎじゃないかパル。え7万って何。ダーツの旅な。7万円って何。あ電池ないよこれ。ダーツの旅。ホテルの。ホテル7万あるの。 あったよ。本当に。うん、そんな激安なとこあるの。うん、すぐ近く。あったよ。あそれね、あったよ。待って。え、なんで割れてるのこれ。ひび入ってる。養分に買ってもらったエピックス。ごめんなさい養分。
なんかひび入ってる。うーわ、はるちゃん、養分に誕生日買ってもらったやつひび入ってる。スイッチバキバキじゃん、バルちゃん。え、なんでこれ割れてんの、これ、ね、髪の毛入ったみたいに。バルちゃん、一昨年買ってもらったの、これ。エイペックス、イラついたから、いやいや、イラついたからバンってやってないよ。多分俺ね、これを椅子にしてたんだよ。で、俺の重みで割れたかもしんない。これ何かが壊れ始める前兆じゃないの、あれちゃん。うん、今から修復する前兆だよ。直していくの。そうだよ、これ養分地にスイッチ置いていくから。もう逆に、うん、持ってるで割れちゃうわ多分。もうパキパキじゃん、パルちゃん。うん、それね、でもできると思うから大丈夫。ほら、画面つくから。で、多分まだあの新しいシーンズダウンロードできてないから結構かかる、2時間ぐらい。エイペックス、皆さん、エイペックスでお金を借りよう。頑張ろう。お金は大事だよ。よー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 。ちょっとわかんない、こっから。パルちゃん、うん、ごめんなさい。また全部言ったか。うん、ゼロは言ってたでしょ、パル、パルって。ああ言ってること言ってたかも。パル、ああ、パル。でもよかった、借金返せて。で、全部で100万円借りたの？75万円借りたの？いや、50万借りてて、うん、その後に、うん、まあちょっとだけ借りてね、うん、全部返してやった。それを50万円ぐらい借りたんでしょ。で、それは50万ぐらい借りてない、30万円。まあ、いくら借りたかはね。一気に返してやった。よかったな、パルちゃん。うん、もっと死ぬとこだった。もう死んでもいいと思った。いや、どうやって返したかっていうのはそういうことじゃないよ、ギャンブルとかじゃないんですけど、普通に。パルちゃん、うん、だから配信外喋りだ、そういう話は。パル、うん、あんまり危ない橋渡ったらダメだよ、パルちゃん。そうだね。そうだよ、後戻りできなくなるよ。一寸の闇向かっちゃう。一寸の光だった、そこは。光明の光、パーってなった。立ち上がった、立ち上がった、うわーってなった。ねえ、完全に。いや、ギャンブルはしてないんだけどね。ただね、いや、俺はほんとね、ギャンブルじゃないけど、うん、マジで俺は麻雀だけは強い。麻雀？麻雀強いよ、ほんとに。誰としたの？いや、まだしてないんだけど、うん、だから麻雀の旅でも出ようかなって。逆に麻雀で食っていくってこと？いや、食っていくというか、まあ、麻雀で食えるか分かんないけどね。そういう考えもしてるよね。そういうことか。うん、高島に。あ、領収書あげてない、これね、余分間違ってる、それあげてない、あげてない。俺ね、昨日ね、推理してたんだよ、夜。うん、で、おそらくバイプッシュで借りたか、うん、領収書を売ってゼロワンにそのままお金をもらったか。そんなの売ってないから。もういいよ、パルって。じゃあ領収書だけもらうからって、うん、ああ、そういう、うん、領収書ってあげてバレないもんな、そんなの。だって日付とかさ、結構かぶってるやつあるからね。しかも俺の名前入っても田崎大輝。全部使、全部じゃないけど、うん、あのホテルは全部俺の名前入ってる。ホテルの領収書が半端ない、もうパンパン。パンパン、うん、ホテルもやばい、もう安いのもいっぱい借りたらいいんやね、マルちゃん。えぐいほどある。あのアッパホテル、ヨブもちっちゃいホテル泊まって4万ぐらいしてたじゃん、うん、アッパも3万あれ、電話来なかった JR から。来たな、俺。もうすぐあの現金書き取ってお金来るよ。え、来るって言った？うん、電話来て。俺来てん、あ、来てたかも。朝のなんか電話が
あ、あれ電車のやつか。俺1万6000使ったんだよ、ホテル。うん、だけど実家に届く、実家に届くんで。だから行くとしても1万かかんで、だから6000円プラス往復で帰るからマイナスなんだよ。意味ないんだよね。名古屋経由で行くから。マジかよ。うん、あげるよ親父に。嬉しがるでも金貸してって言ってた人間だから俺に。マジで。うん、もうやれよ。いや無理で、親父はくれって言うから嬉しがると思うよ。喜ぶ。うん、だからなんか毎日なんか変な謎の電話が来てんなと思ってた。そう、それか。そう、怖いなと思って。JR、うん、でもキャス放置してるって今。 APEX してる。 あそっかそっか。まあでもさ、俺これ放送切ってもリスナー取れると思うんだよね。もう、もう今日ゆっくりしたい。あと20分だけやりな、俺 APEX しようか。うん、いやゆっくりしたいんだよねちょっとね。あ、飲み物とか飲みな。あ、本当いいの。うん、じゃあ余分家の余分ご飯も勝手に食っていい？いいよ。うん、あ、これやつだけ。何でも食べる。うん、何でもしな。いい？ちょ、お腹も痛いんだけど、引っ込んだ腹板が。あの養分地ね、あのお世話になったんですよ。この冷蔵庫開ける前に話すけど、冷蔵庫ね開ける前に言います。アルナちゃんいらっしゃい。あのね、この冷蔵庫養分がいない時に俺ハンバーグほぼ空にしました。うん、3日間いなかったんだけど、待ってよ。え、嘘でしょ。うわー、あー、あ、要は水派になったんですよね。これ飲むシリカ。いや、ほんと泥棒みたいだよ俺。ウイタンと一緒の飲み物。ちょっと洗っちゃった。嘘でしょ、飲むシリカ。ほんとにどこまで似合わせなのそれは。それほんとだったら笑うんだけど。納豆とキムチいい？納豆とキムチだけで食べるの？うん、ご飯余ってたから。あ、あと少しの食べるね。ファルちゃん来るならもっと炊いときゃよかったね。大丈夫。一口ぐらいや。いや、そんなまだ結構あるよ。雑炊全部食べちゃった。
塩漬け米炊かないとね。いただきます。ポケモンはやらないの？ポケモン、ポケモン、あのね、昔はやってたけど、エメラルドしか やったことない。ダイヤモンドからやってない。ごちそうさまでした。やっぱ納豆だね。アンツビク？デブってね溺れるぐらい飲まないと気持ちがすっきりしない。デブはね、苦しながら食うから、苦しみながら食うから、本当にカップラーメンある？カップラーメンあるの？うん、嬉しかった。エーペックス俺も10年アップしたらやるよ。 APEX ね、マスター目指すか、バルちゃん、今日、うん、ガチで行くなら、うん、ダウンロードがいつなんだこれ。うん、うん、あ、バッテリーが少なすぎて充電始まんないわ。桃鉄もあるよ、パルちゃん。桃鉄は俺やったことない、人生で一回も。桃鉄？うん、マジで桃鉄喧嘩なるよ。それマリオパーティーならあるけどね、桃鉄はちょっと分かんないんだよね、喧嘩になるの桃鉄はね。で、いつも寝る場所はここです。エーペックスっていうのはガンシューティングゲーム、 FPS、 銃で撃ち合うゲームだね。こいつ永久版にしますか？やってみろよひどいコメント書きやがって、1083号さん。俺は何したっつんだよお前、いきなり怒るよねこれ。そう、怒るよ、怒だよ。で、今日はもうちょっと新幹線とパチンコで疲れちゃったからね、もうちょっと配信の時間もあと1時間30分で終わろうかなって思ってる。え、美顔機能ついてる？これついてないよ、これ美顔は。え、ついてないでしょ。ヒューマンフラッグって何ですか？これが美顔機能でしょ。パルちゃん今日マスターまで目指そう。やろうかそれ、うん、やろうよマスター。なんかツイートして、やだ。
マスター、え？あ、そうか、マスターか。なるほど、エーペックス朝までコース。こういうのもやりたいよね。ゲームをちょっととくとんやる。プラチナまで行きたいよね。ちょっと一人キャリーできる人探して。俺、ゴールドではないか。ゴールドまでしか行ったことない。プラチナまで行ったことない。だから俺ブロンズだからだしね、今。ゼロは大阪来るって言ってた？なんかコメントで大阪来るって言ってたよ。言ってた。あっ、こーかわいい、マネちゃん。パチンいくら負けたの？お母さん、お子だよ。え、あ、パチン、うん、うん、パチンコ、3万円。あ、嘘ついた、2000円負け、3万2000円。ごめんなさい。あー、ちょっとお腹痛いな。お風呂も入りたいし、もうちょっと枠終わるわ、みんなね。ちょっと腹も痛いし、なんかもう疲れたし。